向かい向かい行った行った行った。なんでこのタイミング。あっ違う違う違う、今の人は勝てると思ったね。そのと提供は長野かエース。アイムマジで倒せる。ちゃう嘘つれちゃう。練習の後でもアイム君に1対1は勝てない勝てない。ちょっといい、はい、今日の標的はタクヤ。後ろの翔ちゃんも引いてます。お願いがあるんだけど、今からドリブルで1対1勝負します。いきなりこんな入線溜まってる時にゴールあの一番遠いですね。あっちあっちあれあれあれこれじゃなくて、はい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 、でだってドリブル軸を僕が抜きます。いってこれ止めたら俺の勝ち。これ止めたら俺の勝ち。きつい、きつい。コウジロ何追い込んでんの。今日がっつりやったよ。ドリブルな人だからね。何？2本やって分かった。歩夢ともやって、あの、ね、抜けてもね止められねえ。止められねえのよ。ディフェンスオフェンスはどっちも勝った。歩夢に向かった。そう、すごい。さすがサイドアタッカー。見た、キレキレない。あの後のキレはない。だからこの疲れた時の痛い、疲れた時、確かにだって試合これだもんね。ディフェンスもやるし、オフェンスもやる。もう一回やろう。もう一回やろう。メンタル強っ。話が違う。またじゃあ、またすまないです。結果止められねえ、勝てねえ。ちょっと待って、あれだね、圧倒したい。こっちあ、見て、もうビビってる。あの、提供長岡歩が今僕の挑戦を断った。これ続けていきます。敬語に今だったらキック制度対決絶対勝てる。俺が勝ったらもう振り切って俺ケツつける。次回リゼム敬語よ、フリーキックは俺が蹴る。